ユグルタ戦争は、紀元前112年から紀元前106年にかけて、共和制ローマとヌミディアをユグルタの間で行われた戦争である。ローマの体制内の倫理的な大敗が浮き彫りになった戦争であるとともに、ガイウス・マリウスの権威が上昇し、後にローマの独裁官となるルキウス・コルネリウススッダの出世の先駆けとなった戦争としても位置づけられる。ヌミディアは、 共和制ローマの長らくの宿敵カルタゴに近いアフリカ北部、現在のアルジェリアに位置していた王国であった。第二次ポエニ戦争でスキピオアフリカノスに協力したマシニスサにより統一され、その後ミキプサが王位を継いでいた。紀元前118年にミキプサが死去した後、ヌメディアには3人の有力な後継者が存在した。ミキプサの2人の息子である、 アドヘルバル、ヒエンプサル、そしてミキプサの王位で養子となっていたユグルタである。ミキプサは三人が協力してヌミディアを統治することを望んだが、ユグルタはヌミディア単独の王位を望んだことから、殺人、賄賂、裏切り行為、暗殺など、あらゆる陰謀を駆使することとなる。ユグルタはスキピオア・エミリアヌスによるヌマンティア攻撃時に援軍として赴いており、その際に、 ローマ軍の軍略を学んでいた。まず、ユグルタは二人の暗殺を図り、ヒエンプサルは殺害されたが、アドヘルバルは危険を脱しして、ローマへ支援を要請するために逃げ込んだ。紀元前116年、ローマの仲介により、ユグルタとアドヘルバルは、ヌミディア分割の協定を結んだが、ユグルタは、ローマの施設団を贈賄で絡め取って、自らに有利な領土を得ることができた。 しばらくは平和な状態であったが、紀元前113年に、ヨグルタは突如として、アドヘルバルの領地へ攻め込んで、アドヘルバルの王国の首都、キルタを包囲した。アドヘルバルは、キルタに住んでいた、ローマ人と協力して抵抗したため、ローマは両軍を仲裁する施設をヌミディアへと送ったが、ヨグルタは再びこの施設団に対しても、賄賂を送り、ヨグルタによる、 キルタ攻撃を目認させた。ユグルタは、キルタを陥落させて、アドヘルバルを殺害し、アドヘルバルに協力した、多数のローマ人を殺戮した。ローマ元老院はこのユグルタの行為を受けて沸騰し、紀元前112年にヌミディアに対して、戦線を布告した。ヌミディアの地図紀元前111年に、ローマの執政官となったルキウスカルプルニウスベスティアが、ローマ軍団を率いて、 ヌミディアへと進行したところ、あえなく、ユグルタは降伏したが、降伏したユグルタにとって有利な協定を与えた。ユグルタは、ベスティアを買収したようにも考えられる。ユグルタは、協定調印のために、ローマへ到着した後、再び陰謀を図り、ユグルタに不利な証言を行おうとした、五民館を買収し、ヌミディア王の有力な潜在的候補者であったユグルタ。 のいとこにあたるマッシュアの暗殺未遂事件を起こしたため、ユグルタはローマから追放され、ヌミディアへと戻った。紀元前110年末から紀元前109年の初旬にかけて、プラエトルであったアウルスポストミウスアルビヌス率いるローマ軍がヌミディアへ侵攻したが、ユグルタはローマ軍を撃破した。この際にもその年の失政官の親類者に対する賄賂などを行ったとされる。 ユグルタはヌミディアの正当な支配者としてローマが認めるよう要求したが元老院はこれを拒否した。紀元前109年の失政官クイントスカエキリウスメテルスが率いるローマ軍がユグルタを破るためにアフリカ北部へと派遣された。メテッドスは直接的にはユグルタ戦争の終結に寄与しなかったが後にヌミディクスの損傷を得ることとなる。メテッスは 直接的な攻撃を仕掛けたが、ユグルタはまともに相手をせずに、ゲディラ戦に徹した。メテッスは、コンスルの任期終了後は、プロコンスルとして引き続き、ユグルタとの戦争に当たったが、戦争は長期化した。逆に、ローマ軍の内部での争いが拡大しつつあった。すなわち、メテルスとその配下の武将であったガイウス・マリウスの間の争いである。紀元前108年に、 メテルスの許可を得てマリウスはローマへと戻り、紀元前107年のコンスルの選挙に立候補し、コンスルに選出された。マリウスの立候補は、ユグルタとの戦争における指揮権を狙ってのことであり、メテルスに代わってマリウスがユグルタとの戦争に当たるように示した法案が元老院によって許可された。紀元前107年、コンスルとなったマリウスがメテルスに代わって、 ヨグルタ戦争の指揮を取るためヌミディアへ到着した時、ヨグルタは隣国マウネタニアの王で自らの義父であったボックスと協力関係にあった。マリウスはいくつかの戦いでヨグルタ軍に勝利を収めたが、ヨグルタ軍に決定的な打撃を与えるには至らず、メテルスを苦しめたヨグルタによるゲリラ戦術により戦争は再び長期化の様相を示し始めた。 マリウスは戦闘でユグルタを打ち破るのは容易でないと判断し、暴力によってユグルタを倒す方針を決めた。ユグルタの協力者であったボックスに的を絞り、クアエストルとして従軍していたルキウス・コルネリウス・スッダにボックスによる裏切り工作を行うように指示した。スーダはヌミディア王国の一部領域をマウレタニアへ譲る内容の提案を行い、ボックスを ローマ側の協力者に仕立てることに成功した。ボックスは会議の席でユグルタを捕らえて、ユグルタをローマへと引き渡した。ユグルタはローマへ送られて、トゥッリアヌムへ抑留され、紀元前104年に行われたマリウスの外戦式の際に処刑された。ユグルタとの戦争によって、この時期の共和制ローマの問題点が浮き彫りになった。ユグルタが買収によって、ローマ軍を抑え込み、 ローマの支配体制へ影響力を行使したことから、ローマの体制内の倫理的な大敗が明らかとなったのである。ローマ軍の組織力の低下も露呈したが、それらの体制を変更させた、マリウスの権威は上昇した。また、ユグルタ捕獲の決定的な役割を担った、スッラの出世の先駆けとなった戦争であり、後のマリウスとの内戦のきっかけともなった。ガイウス・サルスティウス・クリスプスは、 共和制ローマによる倫理観の大敗を強調しながらヨグルタ戦争を題材としたヨグルタ戦記を記した。ありがとうございます。